いつもご視聴ありがとうございます。 1.6.0C 情報カードゲン ER 源義経を使って対戦していきます。全バージョンより効果時間が 0.4 カウント長くなり、各段階で武力上昇値がプラス1されました。目覚める兵力は 60% から 70% 未満時なのは変わらずです。最大で武力プラス12まで出るので、ギリギリまで粘って勝負どころで増援戦機を絡めたいところ。目覚めたら瞬間火力の出る鉄砲はかなり良いですね。今回のデッキには斉藤智信を採用しています。それでは対戦よろしくお願いします。勝利のため道なき道を行く、皆この義経を手本とせよ。人間ごときに。こそ勝利への道、一陣の精鋭よ突き進め。うら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 、人間ごときに。ここで私を始末したかったんでしょうけど、そうはいきません。ゲロゲロゲロ、次の相手はドイツだ。流派発動。一の方、かかってきな。戦に勝ちたくばこの直虎に続け。流派発動。身の肩、圧倒的、圧倒的、圧倒的よ。
我が戦が不服か。人間元気て。我が手勢で行く。ゲロゲロゲロ。次の相手はドイツだ。流派発動。一の方うら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 。いいぜ、かかってきな。うてもとき迅速こそ勝利への道。一陣の精鋭よ突き進め。消え、うん、やめろ。撃て。最後までご視聴いただきありがとうございました。頑張って更新していきますので、応援よろしくお願いします。